三連ゲの表、裏大きさも形も、蓮の花びらによく似ている。丼の中に沈むことを防ぐ、切りかき付きラーメン用蓮華。三連ゲは、中国や東南アジアで一般に用いられる統制スプーンの、日本での呼び名。飲食用の器具で食物をすくう、混ぜる、口に運ぶといった用途を持つ。蓮の花から散った一枚の花びらに見立ててこの名がある。単に、 レンゲと呼ばれることもある。形状は、底が楕円形の平たい船の形状でへさきとなる、部分は丸くまた線尾となる部分が先細に伸びて、柄となるのが一般的。使われる地域はベトナムなど古くから中国文化の影響を受けた地域のほか、シンガポール等、世界各地の華僑の多く住む中華街でも用いられている。中国から日本へは平安時代に伝来した。中国では、 日常用いるため単に、長考または、湯さじ等と呼ばれるのが、一般的で、別名に、さじ高、杓子、湯杓、長子、杓及び、さじ師等がある。西洋式のスプーンと区別する場合には、中国式という意味で、中式常温式の文字を添え、中式さじまたは、中式湯さじなどと呼ぶ。木製の三連下も一部で作られたが、 手間がかからず大量に生産できる統制のものが一般的であった。中華料理店に限らず、ラーメンや長崎ちゃんぽんなどの麺類を出す店が一般化したため日本でも需要が増え、一体成形のプラスチックが安価となった現代では、プラスチック生産レンゲが急増した。日本で出回っている産レンゲの多くは、もともとはスープをすくうサイズで口に運ぶには大きく、深さもあり、 チャーハンなどを食べるのにはあまり適していない。その一方で中華文化圏の三連芸には様々な形状、大きさがあり、例えばチャーハン類が食べやすいよう日本の三連芸より小さく深さも浅く作られたものなどもある。用途としては、スープ、麺類の汁、とろみのある中華料理、柔らかく崩れやすいワンタン、豆腐花またはマンゴープリン等の料理に用いるほか、 チャーハン等、箸ではうまく食べることが難しい料理にも用いられる。小籠包を食べる際に、スープがこぼれないようにしたり、うどんなどを食べたりするのに、使う場合もある。また、和食の一品として、焼き物や茶碗蒸しのような、蒸し料理等において、レンゲを容器に用い一口サイズの料理とすることもある。三レンゲの付属品として、三レンゲ受けあるいは、レンゲ台と呼ばれる器がある。 中華料理店などで食事中に三連芸を置くために教される。AB、衣装分類定義カード。特許庁。2014年3月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年3月2日閲覧。社団法人全国調理師養成施設協会編。改訂調理用語時点カラー版1999年、1273ページ。 社団法人全国調理師養成施設協会編、改定調理用語辞典カラー九1999年1273ページ。ありがとうございます。